船越義珍が沖縄の空手を日本本土に伝えてからもうすぐ100年。その間に何が失われ、何が生まれたのだろう。空手の源流を探るグレートジャーニー第4弾。未来と過去が一つになる。やはり来られた時はやはりその型と鍛錬、巻き腹鍛錬とかですね、それは中心だったと思うんですよ。日本の本土ではその蹴る殴る突くっていうその武術ってあんまりなかったわけじゃないですか。ああ、なるほど。はい、袴も履いてますし蹴れないわけですよ。掴むとか投げるとか。そうですね、表剣は、はい、だからその突き蹴りを主体にした空手に対してすごく興味を持った人たちが、いや日本武術の熟達者だったわけですね。